どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトライストリンガーで機動力ギアをつけるメリットと活用方法となります。最近ルールに合わせてトライストリンガーのギアを考えているんですが、改めて機動力ギアは可能性あるなと感じています。ルール基準で立ち回り考えていくと結構面白いギアなんですよね。以前トライストリンガーで機動力ギアに関する比較検証を行いましたが、この使い方いいですよというコメントもたくさんいただきました。そこで今回は以前いただいたコメントなどを参考に、最近こういう使い方いいよななどと思ったことをまとめていきたいと思います。立ち回りによってはとても重宝するギアだと思いますからね。よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず機動力ギアのメリットになりますが、つけてるだけで初動のポジション取りやチャージ中の移動が早いという点かと思います。ちょっとしたことですが、初動を有利に進めていたい弓としては、先に攻めれる環境を作れるのはかなりありがたいと思います。機動力が高いだけでちょっとした先手を取れるのはいいことですよね。初動さえ刺されば前衛が前に押し上げやすくもなります。また味方の前線が動きが速いとしても後ろから追いつくことも可能なので、カバーのしやすさにもつながると思います。カバー意識高めだったり味方の位置把握が上手だったりする場合は、機動力ギアを重宝すると言ってもいいかと思います。それでは機動力ギアのメリットがなんとなく整理できたと思いますので、続いては具体的な活用方法を見ていきたいと思います。まず1つ目はポジション間の移動が速くなるという点です。そんなに移動する場所あるのかと思われるかもですが、これは正直対面の自信とマップ知識によって変わると思います。移動するというのはリスクが上がるということですからね。ではなぜポジション間の移動が速いといいのでしょうか。それは後衛の抑え込みを最大限活かしながら素早く動き回れるためです。まず後衛のポジションというのはマップ各地にある高所など一部のポジションを陣取るイメージが大きいように感じます。ですがこれは安全圏から一方的に攻撃をして試合の状況を維持するためとなります。攻めも守りもしない維持状態です。ですが攻めるとなった場合、小さい遮蔽物に隠れながら敵を押し込むことがとても大事になります。そういった場面で素早く移動してポジションを確保する手段としては機動力が非常に大事になります。早く移動ができるだけで体を晒す時間が減少します。時間が短くて済むためポジションにたどり着ける確率が上がります。このように機動力を使って有利なポジションを転々とすることが可能となるわけです。もちろんポジション間の移動はリスク減少だけでなく、味方のカバー範囲に少しでも追いつく方法としても重宝します。機動力があるだけでポジションの移動や味方との距離感など何かとカバーができることが多いのが特徴かなと思います。続いてはガチ歩行などのルール関与が早くなるという点です。これはルール関与を積極的にする弓なら使いたいところですね。ガチ歩行の場合は歩行運びをする際に移動力が上がっているのでカウントを多く稼げる可能性があります。常に視野を広くとっている弓の立ち位置ならチャンスをつかむ上で歩行を運ぶ機会は多いですからね。その他のルールでもガチアサリでも機動力を生かすことが有利に動けます。まずアサリの回収の速さですね。弓としてはチームの最後尾にいることが多いのでガチアサリを持っておくことは大事かなと思います。ですがアサリを回収するのは接近戦が弱い弓としてはリスクがありますし、人数不利を招くきっかけにもなります。そういった時に素早く集めることができればリスクが高い時間が減少させることにつながるわけです。またガチアサリを持っていると敵に狙われやすくなりますからね。そういった場面でも逃げやすくなります。エリアティアグラに関してはルール関与周りのポジション間を移動しますので素早く周りを守れるようになります。エリアティアグラはポジションが固まりやすいですからね。機動力があれば移動が早い分対処も早くできるというわけです。このようにルールにおいても関与を優先したい弓使いにとってはあるだけでリスクは減りそうというのが活用方法としていいかと思います。続いては対面時に調整ができるという点です。これは対面を少しでも有利にする上ではあると便利な活用方法です。まず弓の攻撃方法は遮蔽物を使っての攻撃です。この場合なるべく体をさらさず時間を短くして攻撃を仕掛けたいところです。ここで活躍するのが一足の効果ですね。上昇値は低いですが安全圏から攻撃する際は素早く体を戻せるので有利に働きます。一足の恩恵はそんなにないと比較検証の際に言いましたが、これは上昇値が低いだけであって使えないわけではないです。ちょっとした体出しなどの攻撃の際は細かいところで有利に働くんですよね。これは距離があればあるほど有利に働きます。またこの一足ですが適当な対面時において距離感を調整する際にも使えます。弓の距離調整というのは曲射の軌道調整によって射程をコントロールします。ですが一足を持っていた場合移動速度が速くなっているため前後の動きで調整ができるんですよね。対面において調整のしやすさがアップするっていうわけです。曲射で調整するよりも難易度は下がりますし細かい調整もいりません。そういった点で対面時の調整に困っている方は使ってみると案外使えるギアになるかと思います。続いては接近された時の逃げ性能アップです。これは機動力ギアをつける際の一番の理由になるのではないでしょうか。後衛といっても前に出るタイミングというのはあります。その分相手の前衛に目をつけられて追いかけられます。その時はポイズンを当てて逃げるということも可能ですが、正直逃げる判断が遅いと倒されちゃうんですよね。またポイズンを外した時もそうなります。そこで機動力ギアをつけていた場合多少の判断ミスがあったとしても逃げ切る可能性が高くなります。また相手が前衛の場合少なからず機動力系のギアをつけていることは多いですからね。単純に距離を維持することができます。機動力ギアがない時に比べ追いつかれる可能性は低くなりますので生存にもつながるわけです。前にも出たいでも生存もできるようにしたいという場合は機動力ギアをつけるのもかなりありな選択かと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。トライストリンガーで機動力ギアをつけるメリットと活用方法はいかがでしたでしょうか。今回は機動力ギアのメリットと活用方法についてですが、相手との距離感をコントロールできるのは強みですよね。攻撃の調整にも使えますし、生存率を上げるきっかけにもなるギアかと思います。もちろん、以前の比較検証で上昇率は低いのはわかると思いますが、要は使いどころが決まってるかどうかですよね。あんなです多いなとか、理想の立ち回りとか基準に採用してもいいのではと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。